福岡県の、南側筑後川流域に広がる田園があり、山があり、海がありと自然豊かなエリアです。九州地方元気計画は、厚生労働省の、雇用創造事業を、福岡県の方で、受託を受けて組織した事業となっています。僕たちの考え方としては、やっぱ雇用創出のためには商売繁盛が必須と、でその商売繁盛をするためにはやっぱり魅力的な商品があってのことっていうところで、約80ぐらいのそういった、プロジェクトが個別に立ち上がっていて、でその中で専門の講師の方々ですね、デザイナーさんであるとか料理家の方々とか、でそういった第一線で活躍されている方々と一緒に作り上げていくと、事業を通して生まれた商品の数々を展示しようと思ってます。それから、僕たちがこうやってきたプロジェクトの戦略を伝えるような展示にしたいなと、うまく伝えることの大事さみたいなのは地元の方々にも伝わり始めてると思いますし、逆にこの事業に参加されたそういった講師の方々とかっていうのも、やっぱりローカルの部分にすごい可能性を感じられてると思います。